マカハンニャハラミタシンギョさて、時は遡ることは南北朝時代、第98代南朝第3代、長慶天皇は、海縄豊なり、父後村上天皇の第一王子、母は柿門院藤原氏、1368年昭平23年大安元年、3月住吉安宮で戦争、以後吉野より河内の国金剛寺大和の国永山寺と移り、やがて道母帝の五亀山天皇に上位し、役職して法名金剛寺と称した。南朝不信の頃で自責の伝わること少なく、在位も疑問視されていたが、八代国次らの研究により在位が確定し、1926年歴代皇統に列せられた。さ国は源氏物語の注釈書、宣言書などを表した。1394年大永元年8月の1日、御崩御をなされました。重ねては、鎌倉幕府は第6代将軍宗隆親王は小佐賀天皇の第一王子で、母は平の宗子。1244年寛元2年親王宣下、52年慶長4年に元服、関東に下校し、藤原の頼次に代わって初の皇族征夷大将軍となり、中将王と称された。藤原の三俊こと新官王子として和歌をたしなみ、関東歌壇確立の中心的存在となったが、66年文永3年、幕府転覆の嫌疑がかけられ都に送還された。役職して法名行商と称し、不遇のうちに没した。1274年文永11年8月の1日、享年33歳にて薨去をなされました。重ねては、室町時代は中期の皇道志野流の思想、志野宗信殿は足利義政の近従、本姓は志野とも言われ、君名は持真、通称は三郎左衛門、別号に松陰軒、また加工者などを号した。三条実隆と共に講合わせなどをもとに行動を創始した。本紀2年1502年、遠賀氏昭和らを招き、自宅で米講合わせを開き、村田理工とも交友があり、他や他能にも優れていた。三世昭和の隠居による志野流断絶の危機に至り、志野流四世を八夜宗武が継ぎ、武後八夜家に継承され今日に至っている。1523年大永3年8月の1日、御入滅なされました。重ねては、安土桃山時代の武将鳥居元忠殿は、徳川家康の重臣で、鳥居忠義の実子、通称は彦右衛門と称した。幼少より徳川家康の側近として仕え、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いなどで武功を立てた。天正18年家康の関東入国にあたり、下総矢作城主となり4万石を領した。また豊臣秀吉の失踪による官位授与を徳川氏譜代を理由に固辞したという。慶長5年1600年、
家康の上杉討伐の際、特に伏見城の留守居役を命じられ、志田三成に攻められ包囲され、壮烈な戦死を遂げた1600年慶長年8月の一日、享年62歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は前期の儒学者細井志山殿は遠江の国の生まれ、大和の国郡山は藩士、海名は地名、あざ名は毛品、通称は人造、歴代天皇陵が荒廃した状態にあることを嘆き、実地調査の後、同等細い光沢を説得して陵墓修復願いを主君柳沢義康に権限させた。やがて没後に修復は実現した。1697年元禄10年8月の一日、去年42歳にてご入滅なされました。重ねては幕末期の大名徳川義勝殿は、美濃の国は高須藩主松平義辰の次男、同名は秀之助、署名は義組、嘉永2年宗家の終わり、名古屋藩主徳川家14代となり、藩政改革を実行、日米修好通商条約の調印に反対し、将軍徳川家定の軽視問題でも井伊直助と対立し、隠居謹慎が命ぜられた。後に赦免され公務合体運動に尽力した。1883年明治16年8月の1日、享年60歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から明治時代の新官広田彦丸殿は、郷里筑後の国の広田八幡宮士官、本名は筑紫早男と名乗る。石原先に国学を学ぶ。戦場運動に参加し、行政大総督有栖川宮樽人親王に従軍。明治4年広沢実臣暗殺の嫌疑がかけられ、投獄されるが9年無罪放免となった。1896年明治29年8月の1日、享年67歳にてご帰依なされました。重ねては明治から昭和時代は前期の天文学者新城新蔵殿は、福島県の出身、東京帝国大学理学部物理学科を卒業、ドイツに留学後京都帝大教授となり、大正1年宇宙物理学講座を開いた。昭和4年同大総長に、9年中華民国上海自然科学研究所所長となる。宇宙進化論など幅広い研究を展開、また中国古代天文学の研究に先鞭をつけた。著作には宇宙進化論、天文大観、宇宙大観、東洋天文学史研究などを表した。1938年昭和13年8月の一日、享年66歳南京にてご逝去をなされました。重ねては明治から昭和期の金融財政家結城豊太郎殿は、山形県の出身、東京大学法科を卒業し日本銀行に入行したが、高橋是清らの推薦で1921年から安田財閥の番頭役となり、安田保全社専務理事として活躍した。30年に日本工業銀行総裁に就任、37年には日本商工会議所会頭に、職員議員に直選され、同年林千十郎内閣の蔵書として入閣した。軍財保護を唱え、戦
人の馬場栄一蔵書の大増税予算案を手直しして軍部と財界の調整を図り、梅田重明日銀総裁とともに戦時財政金融の運営を図った1951年昭和26年8月の一日、去年74歳にてご逝去なされました。重ねては明治から昭和時代は前期の実業家政治家の田辺七六殿は山梨県の出身、明治法律学校現在の明治大学を卒業、阪急東宝グループの創業者小林一蔵の予定にあたる山梨県会議員を得て大正13年衆議院議員となり、以後当選7回を数えた政友会総務幹事長、日本進歩党総務などを歴任、また富士水田、中央電力、日本軽金属などの重役を務めた髪剃り将軍とあだ名されるほどの切れ者で通っていた1952年昭和27年8月の一日、去年73歳にてご逝去なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました、歴史の陰に隠された名もなきすべての戦時尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。